インターネット配信をご視聴いただいている皆様に申し上げます。配布資料は市ホームページに掲載しておりますのでご参考にしてください。ただいまの出席員数7名定速数に達していますので会議は成立します。ただいまから福祉厚生常任委員会を開会します。それでは令和4年第2回意見交換会議のご意見ご要望についてをついての調査を行います。調査の方法は項目ごとに次の1から3までを繰り返します。1、委員長が項目番号を宣告します。2、執行部がその項目の現状について簡潔に説明をお願いします。3、執行部の説明内容に関し委員から質疑があるかを委員長が確認をいたします。質疑答弁の時間制限はありません。発言者は挙手し委員長の指名の後発言するよう願います。項目の内容に沿った簡潔な質疑答弁をお願いします。それでは最初に健康づくり推進課所管が含まれる項目番号4について説明を願います。樋口課長。はい、健康づくり推進課樋口でございます。4についてです。今回こうしたご要望を頂戴しましたことを受けまして改めまして指定管理者にはゴミの分別の徹底を指示いたしました。今後こうしたご指摘をいただくことのないよう指定管理者と連携して努めてまいります。以上です。秋山課長。4番秋山でございます。4番に関しましてはあけぼのも含まれておりますので私からもご説明いたします。あけぼのに関しましてもご利用者が自動販売機を使用するなど施設利用時に発生するゴミについてゴミ箱を設置しております。確認いたしまして、可燃不燃プラスチックの分別がしっかりとできるように、ゴミ箱を設置していることを確認しております。引き続き、分別並びにご利用者の啓発に努めてまいります。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。はい、斉藤委員。はい、それではすみません、ウェルネスプラザについては、もう結構、開設以来、時間が経っているわけなんですけれども、今まで、当然のように多分私たちも思っているし、市役所の職員さんなんだから、分別はもう当たり前のことというふうに思っていたんだけれども、そうではないところを市民の方から指摘を受けたということなので、今までも徹底はされてたと思うんですけど、どうなったんでしょうか、意識がそこまで。そこまではもう当然のことのように多分思ってらっしゃったのか、どういう感じだったのかなっていうのをちょっと確認させていただけますか。樋口課長。はい、お答えいたします。指定管理者につきましてはやはりその清掃部分については清掃会社ということでまた委託をしている部分でございます。ウェルネス指定管理者の方についてもやはり徹底の方はされているとは思い込んでいた部分がございますが、実際今回お話を受けまして、やはり混ざっていたことがあったということですので、今後はそういうことのないように本当にきっちりとやっていくということで、確認をして場所も見てきております。斉藤委員。混ざっていたっていうんじゃなくて混ぜて捨てていたと混ざっていたとはちょっと違うと思うんですよね、その意識の問題は。だから分別する意識をしっかりしてもらわないとダメだと思うんですが、そこがだからこちらも訴え方で混ざっていたから改善してくださいじゃなくて捨ててなかったでしょということを指摘されたので、こうでそれちょっと今聞いててね、ちょっと違うかなって、市民の方が言ってらっしゃることがちょっと違うと受け止め方がちょっと違うかなってちょっと思うのでよろしくお願いしたいと思います。富山委員。こういった大きな施設ということはあけぼのもそうなんですけど事業系ごみ回収ってことなの、それとも普通に一般の集積所に持っていくっていう形なんでしょうかね、ちょっと確認。はい、樋口課長。はい、現在は一般系のごみとして一般の赤いごみ
可燃が一般だと赤いゴミになるんですけども、それとしてあの収集所に置いて、持ってってもらってるっていう家庭ゴミとしてやってます。ちょっと遠山委員、ごめんね、ウェルネスプラザの方はどうなんでしょうかね。あ、明けぼのか、こっちが今のか。え、ウェルネスプラザあれだけ大きくていろいろこう何かイベントがあるとあの、ね、大人数の方が利用するということでは、そんなゴミってそんなに出てないってこと、一般で出すってことは違うのか、大丈夫なのかな。そうですか、はい。あとあの清掃会社に委託っていうことだけど、やっぱりそれでもゴミはそんなに出てないっていう認識でいいんでしょうかね。井口課長。すみません、ゴミ量につきましてはそこまではちょっと私目は見てないものですから、量については把握できてはいないのですが、はい、ゴミ収集できちんと、はい、収集していただいたと思っております。はい、富山委員。はい、でね、なんかあの私はオンラインの方で参加してたので、直に市民から意見を聞いた、ね、他の議員の皆さんどんなふうに受け止めたかなと思うんですけど、あえてこの職員がゴミの分別をしてないようだっていうことなんですけど、その辺ちょっとこうね、この施設から出るゴミが分別なくなんかここ邪魔ぜなんだっていうことっていうよりも、職員が分別してないみたいな言い方してたようなんだけど、これをまとめてくれた班であれなんだけどね、リアル会議の方で、だからその辺が、まあ、改めてね、この機会にいろいろな各施設ね徹底してもらえば、まあ、いいのかなとは思ってはいるんですけど、基本的にね、はい、まあ、じゃあそういう形にしておきます。以上です。他ありませんか。以上で項目番号4の調査を終わります。次に高齢福祉課所管が含まれる項目を調査します。項目番号1について説明をお願いします。秋山課長。はい、高齢福祉課秋山でございます。1番についてお答えいたします。市では市内で移動困難な方、要介護高齢者ですとか障害者に対して移動サービスを提供する福祉有償運送団体の登録者に対して、所得状況に応じて移送サービス利用やタクシー利用の助成券を交付しております。また買い物弱者支援としまして、市内スーパーとの連携により市内55カ所において定期的に移動スーパーによる巡回販売を実施しております。その他スーパーやコンビニ等の独自の取り組みによりまして、店舗で買った商品をご自宅まで配送するサービスを有料ではございますが、そういったサービスを提供しているところも増えてきているところでございます。高齢者の移動、買い物等の生活支援に関しては今後も検討し研究してまいりたいと思います。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明について質疑のある委員はおりませんか。斉藤委員。コンビニとかスーパーからも買い物して運んでくださるようなことで あるんですよということですけれども、これはちょっと詳しく説明していただきたいんですが、コンビニはいろんな店舗ございますけど、全部がやってくださっているとか、スーパーも言えば市内の店舗は全部有料だけれどもやってくれているとか、それが金額がいくらぐらいとか点数がいくらぐらいまで可能だとかっていうことまでちょっと聞かせていただければありがたいです。秋山課長。はい、お答えいたします。個別の事案に関しましてはちょっと私も網羅できて、しきれていないところございますが、コンビニについては買ったものをですね、もしくは注文して商品そのものを配達してもらうというサービスもございます。あと私が確認いたしましたのは、市内取出地区並びに藤代地区で営業されていますドラッグストアさんが購入したものを市内であればその日のうちにお届けいただくというようなものが500円程度でやっていただくというようなサービスをちょっと確認したところでございます。はい、以上でございます。斉藤委員。
そこで店舗へ行って購入したら500円でドラッグストアさんは、そのあるドラッグストアさんを運んでくれるというところを、その日のうちに。でコンビニさんも注文したら電話でもいいんでしょうか、じゃなくてちゃんと行ってやれば、その後お金を払えば運んでくれるということでしょうか。秋山課長。はい、お答えいたします。今のコンビニのチェーンによってはですね、コンビニの店舗の前に配達用のオートバイ、三輪のバイクなどが配備されているところがございます。そういった形でネットでの注文ですとか、そういったものに関して店頭の販売だけではなくて、ご自宅へのお届けですとか、そういったものに対応しているということで認識しております。以上です。斉藤委員。それは市役所で特にこういうことしてますよっていうようなことを、買い物についてはこういうサービスが実はありますっていうようなことは別にしてないですよね。それぞれの店舗さんで民間企業としてこういうことをしてますということを自分たちでやってらっしゃるみたいなことでいいでしょうかね。秋山課長。はい、斉藤委員おっしゃる通りですね、各企業においてそういったもののサービスを充実していただいておりまして、それぞれが PR していただいているというところでございます。そういったものもある程度こう年数を重ねてまいりまして、利用者の皆様にはある程度浸透してきたのかなと思っているところでございます。斉藤委員。それで 市としてお願いしてて協定を結ぶとか何とかして店舗とやってるっていうわけでもないですよね。秋山課長。はい、おっしゃる通り取手市において、取手市内で特別こういうことをやってくださいというものを各社にお願いしているということがございませんが、取手市結構コンビニが多くなっておりますので、そういったサービスも市内のコンビニをこう網羅しますと、ある程度のこう皆さんがお使いいただけるサービスの一つになり得るのかなというように捉えているところでございます。はい、ありがとうございました。その他ありませんか。金沢委員。はい、ここの一番目に、限らずですね、高齢者の移動支援については市民の方から多くのご意見を頂戴しております。でもちろんこれ取手市、公がやることと民間がやること、そして民間がやることに公が補助することって、いろんなやり方があると思うんですけど、今秋山課長言われたように、調査研究をしている状況ですっていう中でですね、その公の役割っていうのをよくご判断いただいて、その市民のニーズ、市民の声も含めてですね、その3つのやり方っていうのをどういうふうに判断するかっていうのをよく調査研究していただきたいと、すいません、要望で、はい、お願いします。その他ありますか。はい、石井。はい、今秋山課長の方から、民間企業が独自に PR をしているということで、多分年間いろいろこう民間企業が公民とか増えていく中で、例えばその掲示板みたいなところをサイトを、DX が進む中でこうサイトを立ち上げて、そこに民間企業が情報をやって、で、住民が情報を入手できるような、そういった形でやっていく方が、市としても楽なんじゃないかなと思うんですけども、そういった考えは調査研究している中でお考えとか、そういう方向性ってあるんでしょうか。秋山課長。はい、お答えします。民間が行うサービスに関する情報収集ですとか、その共有ということでご提案だと思います。民間のサービスに関しましては、我々ももちろんアンテナを高くしてですね、どういったものがこれから始まろうとしているのかというのを把握したいと思います。でご利用者の皆様へなんですが、特に高齢者の方々に関しましては、そうしたサービスが必要な方はですね、例えばケアマネージャーですとか、取手市内でこういったサービスをコンビニエンスストアさんが始めましたよということは、我々も把握した場合には関係者の方と連携して、本当にご利用のある高齢者の方々に、届くような形で、伝え方も研究してまいりたいと考えております。その他ありませんか。
委員長ごめんなさい、なかったら、はい、いえ、あ、委員長、斉藤委員、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。私実は委員長にも相談しているんですけれども、市内の方から買い物支援についてある提案を、検討してほしいということで言われております。でそれについてどうしましょうか。委員長、執行もいらっしゃるので、ここでちょっと、じゃあぜひ斉藤委員の方から説明いただいて。はい、市内のある方から実はエンジョルノっていうサービスを立ち上げていらっしゃることをちょっと情報提供いただきました。それでまさしく市民の方から意見交換会でこの買い物支援が大変だという情報、議員の方もみんな聞いておりますし、執行部の皆さんも多分共通のあれだと思うんですね。それでその勉強の一つの手段として、一つの候補としてそのエンジョルノっていうのを提案があったということを皆さんにお知らせして、ちょっとこれまだ情報共有もまだ皆さんとはさせていただけないんで、いただいてない状況なんですが、皆さんからここで委員会で許可をいただければ、LINE でいただいているので共有をすぐこの福祉厚生の常任会に送ることも可能なのかなと思っておりますけれども、これは高齢者の方がその体が不自由になる前も、買い物が大変、面倒であるとか困難であるってなりつつあるような方が電話一本で登録している先へ電話をすると買い物支援可能だよという市内の何人か会員の方に連絡が行って、できるよってした人が手上げ方式でその方と直接何が欲しいかっていうようなことをダイレクトにやり取りするそうです。そして買い物が終わったらそこで頼んだ人の前で写メを取って、この請求書と買い物したリストと写メを取って、それで間違いなく買い物が終わった、そのやり取りも現金のやり取りもして、その買い物してくれてたボランティアの人には500円というかな、400円って言ったかな、定額 の, 金額を払う。それでどこからの注文があるって、どこのスーパーとかということで身近なそこに近い人が協力をして、それでお届けするようなことで市民と市民の間でそういうようなことができるっていうようなシステムなんだそうです。ということでちょっと情報共有をしていただければ、皆さんで検討していただければ、その検討調査研究の一つの項目に挙げていただければいいのかなと思って今発言させていただきました。はい、今斉藤委員からエンジョルノについてご説明あったんですが、私も以前ちょっと動画を見させていただいて、これはおそらくそのボランティアで買い物してくれる方とお願いする方とのこのバランスが非常に大事なのかなと思ってます。これぜひ執行部の皆さん、そして委員の皆さんもちょっと後ほど斉藤委員から共有があると思いますので、動画を見ていただいてどういうものなのか、ちょっと仕組みを勉強していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。その他1について質疑ありますか。大丈夫ですか。では以上で項目番号1の調査を終わりにします。次に項目番号2について説明をお願いします。秋山課長。はい、それでは項目番号2についてお答えいたします。高齢者の移動手段についてタクシー会社と自治会が連携してほしいということでございます。建設経済常任委員会より共有いただいたということで伺っております。それぞれタクシー会社自治会についてお話をさせていただきます。高齢者の移動手段については他市においてですね、市の公用車を自治会に貸し付けるなど自治体と自治会の連携が行われている事例もございます。当市の状況を鑑みながら、自治会からのお問い合わせですとか提案とかがあればですね、検討の連携を検討していく必要があるのかなというように、考えております。またタクシー会社に関しましては、先ほど申し上げましたが、市が発行しております助成券については市内のタクシー会社各社、また一部の市外のタクシー会社でもご利用可能となっております。そういった助成に関しましては、タクシー会社と連携しまして引き続き行っていきたいと考えております。以上です。
執行部の説明がありました。終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。よろしいですか。はい、以上で項目番号2の調査を終わりにします。続いて項目番号3について説明を願います。秋山課長。はい、それでは続いて、項目番号3、高齢者の移動手段について車を使わずバスの利用者を促進してほしいというご意見に対して、ご説明いたします。取手市ではコミュニティバス、ことバスで、市役所、JR の駅、総合病院などが停留所になっておりますが、老人福祉センター曙、同じく桜荘、そして片荒の里といった高齢者のご利用が多い施設も停留所になっておりまして、それぞれの施設にバスによる、ことバスによりますアクセスを可能としております。引き続きこういった場所へのご利用者が多い路線に関してましては、バスのご利用もご提案促進していきたいと考えております。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はありませんか。よろしいでしょうか。以上で項目番号3の調査を終わりにします。次に項目番号5について説明を願います。秋山課長。はい、続きまして項目番号5、片荒井の里のお風呂が16時半までしか使えないのはなぜかというご意見に対して、お答えいたします。片荒井の里に関しましては、その設置及び管理に関する条例に、片荒井の里の浴場の使用は午前10時から午後5時まで、7月から9月の夏季に関しては午後7時までと定めております。そのため、着衣などのお支度の時間を含めて、終了時間30分前の午後4時半には、浴場から上がっていただくお時間のお知らせをしているところでございます。なお午後4時半以降も大広間、リラクゼーションルームなどのお部屋はご休憩に午後5時までご利用いただけますので、そちらのご利用、ご案内も引き続き行ってまいりたいと思います。いただいたご要望については、市より指定管理者にも共有させていただいております。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。鈴木副委員長。はい、よろしくお願いします。これは私がですね、グループで、オンラインでやったときに、市民の方からね、要望があって、まあ、前回も確か同じようなもので、執行部から答弁をいただいていると思うんですけども、まあ、市民からするとですね、15時まで利用時間があるんで、できれば15時ギリギリまで入浴したいと。17時ですか、失礼しました。17時、ね、まで入浴したいという要望で、市民からの要望があったんだということなんですけども、まあ、前回もですね、やはり15時で、閉めるということなんで、まあ、入浴時間は14時、その30分ぐらい前ですか、ぐらいまで、割って、それ着替えて17時でという出てもらうと。いうことなので、あくまでも市民の要望としては17時まで入浴したいという要望だったかと思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。秋山課長。はい、夕方にご来館されるお客様に関しましては、確かに閉館時間の前にですね、お声かけするというのは世話しなくなるというような印象があることは ありございます。しかしながら施設管理の施設運営の理由上ですね、やはり浴場に関しましては、まあ、すぐご利用が中止できない、先ほど申し上げましたお支度、身支度の関係もございますので、その辺からある程度閉館時間より先駆けてお声かけをしなければいけないというのは、同様の老人福祉センターですとか入浴施設に関しましては、まあ、一般的な運営の仕方なのかなと私どもは考えております。まあ、ご利用者のご希望もですね、引き続き受け止めながら、そういった施設運営の時間ですね、閉館のこうオペレーションといいますか、そういったものに関しましても指定管理者と協議していきたいと思っております。以上です。はい、斉藤委員。すみません、確認ですが、17時までは浴室でお風呂に入ってていいんでしょうか。着替える時間は別として17時までは
浴室にいて17時になったらもう上がるんだけれども、着替える時間はそこまで、着替える時間は含まれなくて、17時まで、まあ、入浴可能っていうことだから17時までは湯船に浸かったりとかそこまで大丈夫っていうことでいいんだ。あ、もうルールの中にも入ってるっていうこと。あ、そうなのか。でも15時までいいんですよね、でもね。うん。着替える時間も含めて。入浴して着替えて15時にはもう出てもらうと。17時。うん。だから入浴時間はそのやっぱり着替え時間を含めて、ですから。あれですよね、4時半ごろまで入浴してその後着替えて午後5時には出てもらうというような指定管理者の考え方ですよね。考え方だね、うん、開館してるのは17時までですよね。なので17時閉館という考え方ですよね。閉館、そういうことですよね。なんで17時までお風呂入っていると17時に閉館できないんでっていうことですよね。そういうことだと思います。はい、そうですよね。多分その通常のお店もおそらくそういうふうに30分前ぐらいからね終わるっていう放送アナウンスをかけてやると思います。これはい、金沢委員、まあ理解はよくできるんですけど、例えばその施設の中で声のかけ方だと思うんですよね。この施設が17時までなので17時までには退館してくださいっていうのか、16時半までしかお風呂入れませんよっていうのか、そこで受ける印象って違うと思うんですけれども、実際どういうふうに声かけてるんだろうか。秋山課長、実はこの閉館間際のご利用者への声かけに関しましては以前より担当課の方にもご意見をいくつかいただいておりまして、その辺は指定管理者と一緒にですね、先ほど私申し上げましたけども、終わり間際でもうサービス終了しますよということにお伝えすることに関してはある程度ご利用者の状況を見てお声かけするようにということで指定管理者にもお願いして指示しているところでございます。例えば4時ごろにお越しになった方はまあ入館していただくわけでございますけれども、まあ30分間のご利用でありますけれども、その際にはある程度その十分なご説明とご理解をお願いするという形で対応していただきたいというように話しているところでございます。はい、東山委員、まあ、今年、まあ、こういった形で時間、まあ、短縮したわけなんですけど、利用状況ってどうですか。今途中であろうか。山課長、利用状況に関しましてはちょっと月締めの資料がございませんで、まあ、年度の締めの資料は特にご用意しておりませんので、また追ってですね、今年度の状況が分かればその都度情報を提供させていただこうと思っております。以上です。じゃあ後ほどその辺ちょっと調べていただいてご回答いただければと思います。お願いします。他にありませんか。はい、それでは以上で項目番号の5の調査を終わりにします。次に項目番号6について説明をお願いします。秋山課長。はい、それでは項目番号6、カタラの里のお風呂にシャンプーリンス等を配置してほしいという ご要望ご意見に関してお答えします。カタラの里はご利用者に安価にお安くサービスを提供できますよう、現在のところシャンプーリンス等の備品については備え付けてございません。引き続きご利用者にはご持参いただくようにお願いしておるところでございます。またご利用者の利便も考えまして施設売店では販売もしております。いただいたご要望については施設管理者の方にも共有させていただきます。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。斉藤委員、安く入ってもらうために費用を自分で持ってこられるものは持ってきてほしいということで、そうなんだなというふうに理解しましたけれども、荷物がたくさん持ってこれないような方もいるんだよというのもちょっと聞いたことがございます。
シャンプーとかリンスってそんな大きなものではないかもしれないけれども、あの市民の側としても、あの経済的に効率的に使おうと思うと、ちっちゃなものではなくて、あと紙のとこじゃなくて、やっぱり普通の家庭のものとかをあの安価に買いたいみたいな気持ちも多分あるんだろうなというふうにも思いますけれども、例えばそしたらあのシャンプーリンスは販売はしてらっしゃるけれども、あの置きシャンプー置きリンスっていうんですか、キープみたいなので、マイシャンプーリンスとかを、まあ、どっかに置いといて、必要そんなたくさんじゃないと思いますけどね、あのこういうご意見がある方については、自分の置かせてもらうみたいなことは可能なんでしょうか。秋山課長。はい、お答えいたします。まあ、斉藤委員お話ありました通り、まあ、あの何度もご利用いただいている方に関しましては、日常的にご利用いただいている方に関してはシャンプーリンス預けておきたいなというのは、まあ、お気持ちの一つなのかなと思うところがございます。しかしながら残念ながらですね、まあこういうロッカールームですとかそういったところにそういった個人の備品をですね、日にちをまたぎましてお預かりするような設備はございません。そうですね、はい。まあ、あの利便を考えて施設売店で販売しているところでございますが、まあ、このあと7番のお答えにもちょっと及んでくるところなんですけれども、備品の管理等に関しましてはご自身でお願いしているところがございますので、引き続きお手持ちの荷物等に関しましてはお預かり等は現在のところ考えておらず、ご自身での管理でお願いしたいというところでございます。斉藤議員よろしいですか。はい、はい、そしたらね、じゃあ置くことはできなくて販売はしてるんだけれども、そしたらその、シャンプーとリンス、まあ、シャンプーだけでもあの使いたいとかっていう人について、使用料10円でも20でもいいから、じゃあこれを持ちくださいみたいなことはできるんですか。自分のじゃなくて会場のものっていうことですよね。はい、秋山課長。まあ、大きいボトルがあって、それをちょっとお渡しして、でこれで後で使ったら後で戻してくださいというようなイメージでしょうかね。その辺はちょっと私どもも考えてなかったところでありますが、現実的にその管理が可能かどうかも含めて、あのご提案に関しましては指定管理者と協議というか、お話ししまして協議してみたいと思います。じゃあ石井委員大丈夫ですか。私からちょっとよろしいですか。あのこれ最初からあの備え付けリンス、シャンプーボディーソープって置いてたわけではないですか。もう最初からないんですか。途中からなくしたのかっていうところをちょっと知りたいですね。秋山課長お願いします。はい、私の中で、まあ、あの指定管理者、現在の指定管理者、それから前その前とあるんですけども、シャンプーリンスがボトルでこう置いてあったというのは承知しておりませんので、おそらくは以前よりこういったあの運営運用が続いているものかと認識しております。あの意見交換会で市民の方から、そのシャンプーリンスの盗難がどうのこうのだからなくなったみたいな話を聞いたんですけど、じゃあそれは違う認識なんでしょうかね。はい、秋山課長。ごめんなさい、私も先ほど過去のもので、そういったものはなかったということを認識しているということなんですけれども、その盗難、まあ、先ほど置かない理由の一つにはですね、まあ、ご自身で持ってきていただく安価なサービスを提供するというともに、先ほど委員長おっしゃった盗難のリスクというのもありますので、その辺はちょっと過去の指定管理者の状況とか可能な限りですね、過去に置いた経過があるかどうかもう一度確認したいと思います。ではよろしいでしょうか。では以上で項目番号6の調査を終わります。次に項目番号7について説明をお願いします。秋山課長。はい、では項目番号7、語らいの里で靴やスリッパの盗難が多発しているのでしっかり対応してほしいというご意見ご要望に関してお答えいたします。語らいの里では履物の取り違いについてご注意くださいというような張り紙をするなど注意を促しております。また履物を含め施設利用中のお手荷物の管理に関しましては、まあ、ご自身の責任でお願いしているところでございます。引き続きいただいた要望に関しましては市より指定管理者にも共有させていただき、ご安心してですね、施設がご利用いただけるような体制づくりに努めてまいります。以上です。
執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。はい、斉藤委員。多発してるって書いてありますけど、まあ、そういう市民の方から多発してるんだということでしたけど、結構毎日のようにあるんでしょうかね、これは。秋山課長。私の記憶でございますが、今年度に入りまして靴の取り違いがあったんだよということで、ご利用者の方から私どもの方にご意見が一件あったのは記憶しております。多発というのがですね、どの程度いいのか分かりませんけども、日常的に非常に発生して、ご利用者の中で混乱を招いているというようなことは指定管理者からは報告を受けてございません。はい、斉藤委員。履き間違いね。しっかり対応多分してくださってると思うんだけれども、張り紙したりとか、お間違いのないようにとか、まさか他に盗難防止で何されてるんでしょうかね、今会場で。はい、秋山課長。片来の里の下駄箱、まあ、あけぼのもそうなんですけども、個別のロッカー式ではなくてですね、大きな棚の中にこう靴を収めていただく形になりますので、かつある程度こうキャパシティがですね、大きな下駄箱になっておりますので、明らかに お取り違いがないようにですね、広く使っていただきまして、他の方と並べて間違いがあってはですね、あれですので、その辺も含めて、やっているということで認識しております。まあ、まず第一は、間違いないですかということで、下足のですね、フロアのところに注意書きを書いているところでございます。はい、以上です。はい、斉藤委員。例えばお風呂屋さんとか、まあ、どっかでこうなんて、洗濯バサミみたいなのにね、両方挟んで、で番号をつけて、でそこの番号2つになってて、1つは自分で持ち上がってみたいなことでなるとか、そのどうしても持って間違いにくいようなことを、ただそれだけではなくて、何かしてないとと思うんだけど、それはやってないということですよね、だからね。はい、秋山課長。今のところそういった対応は指定管理者の方からやってみたというような報告はないんですが、斉藤委員おっしゃるのは、今クリップみたいなもので、自分の持っている札とその履物が合うかどうかということで、できるだけ間違いないような温泉ですとか、そういったところの取り組みかと思います。そういったものもですね、指定管理者の方に話をしてみてですね、この防止策の一つとして検討してもらうように考えております。以上です。その他、はい、金沢委員。はい、私ここいたんですけれども、市民の方は靴のあれもそうなんですけど、スリッパなんかも備品の盗難がかなり多いっていうふうなご指摘をされてたんですけど、その辺はいかがでしょうか。秋山課長。備品の盗難というもので、県でですね、指定管理者から報告が上がっているという事実はございません。その辺の備品の管理はもちろん指定管理者の業務の一環でございますので、もしそういったものがあるのであればですね、報告を促したいと考えております。以上です。その他ありますか。で、私の方から、先ほど斉藤委員からクリップの履き違いのないようにクリップと番号札のやつの話がありましたけど、まあ、これ多分その履き違いでも盗難って言われちゃう可能性が高いんですよね。で、ここをはっきりさせるにやっぱり何らかしら行動しないと、全てが盗難になってしまうっていう恐れもあると思うんで、ぜひ指定管理者の方にお話しいただいて、何かこう策を講じていただきたいと思います。お願いいたします。よろしいでしょうか。はい、では以上で項目番号7の調査を終わりにします。次に項目番号12についてお願いします。秋山課長。はい、シニアカーを試乗できるようにしてほしい。シニアカーの補助金はあるか、介護保険制度を利用できるかというところでございます。
毎年行われます福祉祭りにおいて、福祉用具の展示ブースが設置されております。ご意見については関係団体と共有しまして、シニアカーの展示や市場について今後のイベント内容に盛り込めるかどうか、ご参考にさせていただこうと思っております。現在のところ取手市では市独自でシニアカーの購入利用に対する補助は行っておりませんが、介護保険制度ではシニアカーを含む電動車椅子については福祉用具貸与レンタルの保険給付対象となっております。以上でございます。医師公募の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。医師委員、今介護保険制度の中で対応できるということだったんですが、ケアマネさんの中で把握している中でこのシニアカーを利用している方ってどのぐらいいらっしゃるのかとか、市としては把握されているんでしょうか。秋山課長。現在のですね、介護保険の運営、介護保険制度の運営上ですね、福祉用具貸与、特に、シニアカーについてご利用されている方の数というのは把握しておりません。はい。ただのシニアカーを含むこの車椅子の給付の対象は基本的に要介護度が要介護2以上の方ということで、これは制度上なってございます。はい、以上です。医師いいですか。はい、どうぞ。介護保険制度を使う中で、本当にいろいろな業者さんがあると思うんですが、取手市内でこのシニアカーを使っている業者というか、その介護保険制度でできる、介護用品店の業者というのは何社ぐらいあるんでしょうか。秋山課長。はい、お答えいたします。取手市内でですね、福祉用具サービス事業所は現在4カ所ございます。以上です。医師委員、介護度2以上から利用できるということなんですが、大体点数的に何点ぐらいなんでしょうか。この介護、要介護2、3、4、5それぞれ多分点数が変わってくると思うんですが、大体どのぐらいの点数で利用できるのかとか、そういうのは分かるんでしょうか。木山課長。はい、お答えします。石井委員おっしゃる通り、要介護度に関しましては要介護認定調査、それから審査会の審査によって行われるところでございますが、ちょっとただいま私の方から点数イコール要介護度ということではちょっと申し上げられませんので、その点はご説明を控えさせていただきます。医師委員いいですか。はい、鈴木副院長。はい、今のですね、ちょっと確認なんですけども、要介護2以上の方が、介護保険で、制度で利用できるというお話なんですが、これ適用された場合ですね、利用者の負担割合とそれから月額、レンタルなんかですとどのぐらいの費用になるのか分かる範囲内でご説明いただければと思いますけど。はい、秋山課長。ごめんなさい、電動車椅子シニアカーの介護度別のですね、ご利用の負担に関しまして、ちょっと手元に資料がございませんが、介護保険の制度上ですね、ご負担は1割から人によっては3割というような費用負担、全体でかかるコストのですね、1割から3割でご利用いただけるということでございます。ちょっとそのご利用レンタル全体にかかるコストですね、に関してちょっと手元に資料がございませんで申し訳ございません。はい、鈴木副院長。1割から3割ということは、これは所得に応じてということなんでしょうか。山川課長。はい、これ介護保険制度全般に言えることなんですけども、その方の状況によって負担の割合というのが認定される形になりますので、この福祉用具貸与のサービスに関しましても同様でございます。鈴木副院長。はい、ありがとうございました。
その他ありますか。はい、それでは以上で項目番号12の調査を終わります。最後に障害福祉課所管が含まれる項目を調査します。項目番号8について説明をお願いします。はい、はい、加藤次長。障害福祉課加藤です。8番について回答いたします。昨年6月ですね、鳥取県との協定締結後、市広報誌やホームページを活用し、アイサポート運動に周知し、また民生委員さんのご協力をいただき、各地区の定例会に我々がお邪魔させていただきまして、この運動の周知 PR を行い、さらに教育委員会に、協力いただきまして、教頭会が集まる場においてこの概要説明を行うなど、PR 活動を行ってきたところです。議員の皆様をはじめ、団体の方などにアイサポート運動についてこの興味を持っていただき、その内容目的などについてご理解いただいているということについて、私ども大変嬉しく思っております。で、今後なんですが、このアイサポート運動を広く市民に広げていくため、市と一緒にこの運動を推進しております取手障害者共同支援ネットワークと、今年度の運動推進の取り組みについて振り返りながら検討し、周知を含め運動の進め方を決めていきたいと考えているところです。引き続き市広報誌やホームページ、またイベントなどにおいての周知 PR に努めてまいりたいと、このように考えております。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。以上で項目番号8の調査を終わりにします。次に項目番号9について説明をお願いします。加藤次長。はい、障害福祉課加藤です。アイサポート研修の実施につきましては、運動の目的内容についてご理解をいただいた上での参加が理想と考えております。より多くの方にサポーターになっていただければという思いで研修を開催し、運動を推進しているところです。自治会からですね、研修の実施要望があれば、私ども当然のことながら対応させていただきますが、その地域ごとにさまざまな方が生活してさまざまな意向があるということを考えたときに、その自由な個人の意向というのはあると思いますので、そこは大切にしていきたいなと考えているところです。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。はい、鈴木副委員長。はい、今まで、ですか、自治会等のですね、要望で、例えば出前講座とか、そういった形でのアイサポートの講座をされたという実績というのはどうなんでしょうか。はい、加藤次長。はい、お答えいたします。これまでアイサポーター研修は8回実施しております。その内訳を申しますと、昨年9月に一般の市民向けに1回、そして、団体といいましょうか、その民生委員さんの各地区がありますけども、そこで6回、あとは企業に対して1回行っております。現在その自治会さんの方からは今のところそのご要望とかいうのはいただいておりませんが、我々もその自治会さんに対して広く周知をしていきたいということを、もともとネットワークさんの方と一緒に話しておりますので、また再度検討の場っていうのを設けますので、その中でいろいろ考えていきたいと思っております。はい、鈴木副委員長。そうしますと、自治会の方から要望があれば、それに応じて、説明とか出前講座とかそういったことは実施するということでよろしいですか。はい、わかりました。ありがとうございます。その他ありませんか。斉藤委員。アイサポート運動について民生委員じゃなくて自治会長さんが集まられる会合が毎年年頭かなんかにあったと、年度
諸島にあったと思うんですけれども、そういう時にPR に行かせてもらったりするようなことで知ってもらったらどうかと思うんですけど、いかがですかね。はい、加藤次長。はい、お答えいたします。令和4年度その周知について取り組んでいくということで我々も考えていたところなんですが、市政教育員さんについて、担当が市民共同会になるんですが、いろいろちょっとご相談させていただいたんですが、大勢集まるであるとかいろんなことがあってちょっと4年度はできなかったんですね。ですので、全体会であるとかその市政教育員の中でもその役員の集まりとかありますので、そういうところに行ってまた概要説明とか行っていきたいとは考えております。よろしいでしょうか。で、私から一つだけ質疑。講習っていうのは、例えばその自治会とかの単位でやる場合、何かその講習費とかそういうものって発生するんでしょうか。お願いします、加藤次長。はい、お答えいたします。無料です。はい、失礼しました。ありがとうございます。ではよろしいでしょうか。以上で項目番号、9の調査を終わります。次に項目番号10について説明をお願いします。加藤次長。それではナンバー10についてお答えいたします。難聴などの人が歩道を歩いているときは分からないから発信してほしいということでございますが、聴覚障害に限らずその内部障害のある方は外見だけではその障害があるかないかは分からないと思います。日頃から地域で一緒に暮らす方の中には何かしらの障害がある方もいるということをこう認識することが重要であるのかなと思っております。その人の動作などを見てもしかしたらっていう気づきが大切であると思っております。一方で障害者が自ら障害があることを発信する手段としてヘルプマークがあります。本日ちょっと持ってきましたのでこちらが実際のヘルプマークになります。これは障害のある方が自ら障害者ですよっていうことで発信するものですけども、これを見て何か支援が必要なんだなということで、その場で理解できる方法も一つとしてございます。そしてこのヘルプマークの PR につきましては、そのホームページへの掲載のほか、大型ポスター、チラシを図書館、公民館、スポーツ施設の方に置いていただき、PR を行っております。で、またそのヘルプマーク自体を知らない方もいるかと思われますので、障害のあるなしに関係なく、このヘルプマークの認知度アップに向けた PR を行い、さらに普及に努めていきたいと考えております。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。加藤委員。私の近くにも全く耳が聞こえない方がいらっしゃるんですね。で、本当に自分では歩けるし目は見えるし、だけど耳が聞こえないっていうことがこう自分で説明するにもなかなか難しい。そういう方いらして、特に病院に行った時とか何かの時に聞こえないから筆談になってしまうわけですね。だからそういう人に対してもっときめ細かに遠慮なくこちらから何か手伝うことありますかっていうのもあるんだけども、その方からこれお願いできますかって言っていただけるようなその関係ってあると思うんです。それはどういうふうに考えてますか。加藤次長。はい、お答えいたします。先ほどこのヘルプマークの方はご説明させていただいたんですが、もう一つまた持ってきたんですが、ヘルプカードというのがございます。このヘルプカードの中を見ますと、お願いしたいことであるとか、筆談でお願いしますとか、こういったものがありますので、これも
こちらのヘルプマークよりも先にこちらは作成しておりますので、こういうのについてももっと情報発信をして、その方、聴覚のある方に持っていただいて、何かの時にこう見せていただく、周りの方に見せていただいて、その何かやっていただくような支援配慮っていうのがありますので、ちょっとこちらの方で、まあ、対応できればいいなと思います。はい、加藤委員。実際取り入れ市内にもたくさんの方いらっしゃるかと思うんですが、そういった方々日常的にどんな利用されているとか不便とかいろんな声あると思うんですが、どのような実態なんでしょうかね。はい、加藤次長。はい、手話を用いる聴覚障害者っていうのが、まあ、市内でも何人かいらっしゃるんですけども、例えば病院に受診に行くとか、何かこう外に出て行くという時には、私どもの意思疎通支援事業というのを行っているんですね。要は手話通訳者、手話通訳士の派遣というのを行っておりますので、そちらでまあ申し込みをいただいて、我々が委託先の聴覚障害者協会の方にお願いして、手話通訳者を派遣していただくということもございますので、であればわざわざ筆談をしなくても、まあ、通訳していただくので、その意思が伝わるということもありますので、そちらの方もご案内したいなと 思います。はい、その他ありませんか。はい、鈴木副委員長。はい、これは前回の意見交換会の時にですね、ちょうどオンラインで参加された方が、市民の方がね、発言されてたんですけども、まあ、視覚障害者の場合はこう白状でですね、まあ、白い線をね、でついてるからすぐ外部から見てもね、あ、この方は障害者だというのが分かるんですけども、まあ、難聴の場合はね、周りから見てもこの人が難聴かどうかっていうのは分かりませんので、まあ、そういったことで、まあ、発言されたんじゃないかと思うんですけどね。さっき そのヘルプマークというのは、これ障害者であれば誰でもいただけるわけですか。はい、その辺ちょっと、はい、加藤次長。はい、障害手帳をお持ちの方であればこちらの方を交付することができますので、はい、ご案内していきたいと思います。はい、鈴木副委員長。そうしますとね、まあ、例えばそういう障害者の方が外出する場合はですね、例えば胸とかにつけて、つけてもらうとか、そういうことも行政の方としては指導されているんでしょうか。はい、加藤次長。はい、お答えいたします。どちらかというとこれは胸につけるというか、持ち物であるバッグであるとか、はい、そういうところにつけてらっしゃることをよく見かけます。鈴木副委員長。まあ、そういうことで、それをまあつけることを自分でね、嫌う方なんかもいらっしゃるのかどうかね、まあ、個人差が、ね、ありますので、その辺はどうですかね、難しいかなと思うんですけども、はい、はい、加藤次長。そうですね、今委員がおっしゃられたように、自らこう発信したくないという方も中にはいらっしゃると思いますので、そういった場合にはその障害のある方が何かしらの方法でこう周りにいる方に対して配慮をお願いしますとか、そう言っていただければ、もうそれしか方法はないのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、その他富山委員。ちょっと確認なんですけど、そのヘルプマークって手帳を取ってるっていうか、もらってる人以外の人でも、ちょっとほら内部、内臓でちょっと疾患があったりとか、そういった場合もあるので、ちょっと何らかのあれでこうそのマークがあると助かるなっていう人も利用できるっていうふうに私は認識してたんだけど、手帳もらってる人だけでしたっけ。はい、お答えいたします。加藤次長。はい、ごめんなさい、障害福祉課加藤です。市のホームページにも載せさせていただいているんですが、交付の、まあ、対象者ということで、当然取手市内に在住の方で、身体知的精神などに障害のある方、
で、診症者手帳の交付は問いません。そして、難病患者の方とか福祉サービスを利用している方、何らかの理由によって支援が必要な方になりますので、手帳を持っている方と言いましたけども、そうでないというところはお話を聞いた上で交付するようにはしております。その他ありませんか。はい、それで以上で項目番号10の調査を終わります。次に項目番号11について説明をお願いします。秋山課長。はい、高齢福祉課秋山でございます。11番でございますが、障害福祉課ということで割り振られておりますが、障害者の高齢者の移動手段について、主管課として高齢福祉課を行っておりますので、私よりご説明させていただきます。取手市では市内で行われます福祉有償運送について、移送団体ですね、福祉有償運送について、事業を行います各団体、社会福祉法人、NPO 法人に事業運営に対する補助金交付を行っております。この補助金は各団体が使用する車両の整備などに活用されております。また各団体に会員登録し、サービスを受けている利用者に対して所得状況に応じ利用料金を助成する券を交付しております。引き続き運営団体、利用者の双方に支援を行ってまいりたいと考えております。以上です。執行部の説明が終わりました。ただいまの説明を聞いて質疑のある委員はおりませんか。よろしいですか。それでは以上で項目番号11の調査を終わります。以上で項目番号1から12までの調査がすべて終わりました。それでは執行部の皆様、お疲れ様でした。退席していただいて結構です。あ、どうぞ稲葉部長。先ほどの語らいの里の利用状況について、ちょっと時間もらえればお答えできますので、ちょっとよろしいですかね。申し訳ございません。10分休憩でよろしいですか。はい、じゃあ皆さん休憩してください。それでは再開します。説明を求めます。秋山課長。はい、高齢福祉課秋山でございます。先ほど語らいの里のいくつかのご質問ご意見、に関しまして、委員から、利用状況の確認ということでお話ございましたので、12月現在でお話をさせていただきます。昨年度の4月から12月までの2回のご利用者数に関しましては、12月末現在で 29,494人でございました。29,494人でございました。で、今年度の4月から12月のご利用者数に関しまして、指定管理者より速報をいただきましたのが31,522人ということで、微増しているということで報告を受けております。以上です。はい、説明が終わりました。次、富山委員。はい、早速確認していただいてありがとうございました。微増で増えているというところではね、ちょっと安心というなんことなんですけど、ただ入浴時間がね、変更されたっていうところでは、詳細の利用状況っていうのはちょっとまだ、この数字からはね、確認はできないなと思うんですけれど、後でね、いいんで、3月議会ももうすぐ間近なんで、その辺もちょっとね、時間変更になったことで市民の方から意見がある、とかないとか、あとは利用がこういう状況だっていうところを含めてちょっと確認しておいていただければな。私たち議員がね、直接聞いてくれば済むって言えばそれまでなんですけど、やっぱりちょっと行政の方でも確認をしておいていただければなと思います。一つ参考にできればってね、振り返る意味でね。いいです。以上です。ありがとうございます。その他ありますか。で、私から月別の利用者数っていうのは大体分かったりはしますか。特にこの何月が多いとか何月が少ないっていうのをちょっと情報としてお願いします。秋山課長。
はい、では先ほど申し上げました、4月から12月までの実績を月別に分けまして、ちょっと傾向をお話しさせていただきます。2階浴場並びにその他る部屋のご利用者に関しまして、例えば8月を例にとって申し上げます。昨年度8月の利用者は2899人だったのに対し、本年度8月の利用者は3143名ということで、報告がございます。月の利用者が244名増えているということでございます。一方で、10月秋口に入りまして、昨年度の利用者が3359名だったのに対して、今年度の利用者は3304名ということで、こちら若干微減しているということでございます。夏場の利用者に関しましては、昨年度と比較しまして増の傾向がございまして、秋口から冬場以降ですね、この辺は気候の状況もあるのかと思うんですが、昨年度と比較しまして若干減少の傾向があると。で、年間と申しますが、9ヶ月間を通しますと昨年度比は微増しているというところでございます。その傾向として、その過ごしやすい時期がやっぱり利用者が多いという理解でよろしいんですか。はい、お願いします。秋山課長。そうですね、年間の利用者を見ますと、月別のですね、利用者を見ますと年間特に大きく変化はございませんが、1日の利用者の時間帯を見ますと、やはり午後2時から3時が、あけぼの桜荘、かたらい、どれもとってもですね、入浴利用施設にはピークタイムなのかなというようには考えております。はい、ありがとうございます。その他委員からありますか。よろしいですか。はい、それでは執行部の皆様お疲れ様でした。退席していただいて結構です。委員はこのまま残っていただき協議を行います。一度休憩します。再開します。休憩中に協議し、このすべての項目の回答を作成いたしました。後日表をまとめ委員の皆様に共有いたします。文言等をご確認いただき、次の委員会において中間報告をしたいと思います。最後にその他として委員の皆様から何かございますか。はい、なしと認めます。これで福祉厚生常任委員会を閉会します。お疲れ様でした。